はい、どうも、榎本です。今日もよろしくお願いします。で、今日なんですけど、ちょっと質問があったので、答えたいと思います。はい、リテールの未来はどうなると思いますか？まあ、リテールって小売ってことですよ。なんかスーパーマーケットとか、なんかファッションのアパレル系とかそういうのあるじゃないですか。ああいう話ですね。じゃあそれについてお答えしたいと思います。まあいろいろあるな。結論から言うと、デジタルとの融合が大事だと思います。はい、これは別に未来っていうよりすでに起こってる現象なんですけど、もうちょっと進むのかなって。で、もうちょっと深くお伝えさせてください。リテール小売で、要はスーパーとか、まあ、アパレルとかになってくると、コスメもそうか、EC サイトの話になるんですよ、よくデジタルと絡めると。で、そういう話では全然ないです。まあ、それも一つ大事なんですけど、そこだけじゃない。で、これも具体的な事例で説明した方がいいと思うので、具体的な事例で説明します。アリババっていう中国のでかい IT 企業があるんですよ。まあ、日本でいう楽天みたいなもんです。だから、まあ、全然規模違うんですけど、で、アリババの小売りのスーパーマーケットみたいなので、フーマーフレッシュっていうのがあるんですね。よかったら調べてみてください、フーマーフレッシュって。まあ、概要欄にも一応リンク貼っておきます。ちょっと概要欄のリンク貼りがちょっと後付けになっちゃうんで遅い時あるんですけど、ごめんなさい。フーマーフレッシュですね。で、僕スライドでも一回中国のデジタル勉強会でも言ったんですけど、どういうビジネスかっていうと、まず実店舗あるんです。実店舗があるんですね。なんかあれですよ、なんか生鮮食品、フルーツとか野菜とかを売りつつ、魚とかが泳いでる環境で、イケスとかあって、まあ、魚も買えるんですよね。刺身が買えるかどうかは中国の文化知らないので分からんですけど、まあ、その調理前の魚とかも買えたりするんですよ。で、特徴としてあるのは、面白いのが、その徒歩じゃねえや、あと3キロ圏内に住んでたら、フーマーフレッシュが30分以内に食品とか何でも届けてくれるんですよ。まあ、どういうことかっていうと、だから僕はなんか、中野駅とか降りるじゃないですか。中野駅降りて、じゃあ家まで歩いて帰りますよね。っていう時に、まあ、中野でちょっと今日のメニュー何にしようかなっつって、なんか食べログとか、食べログじゃない、クックパッドとか見てて、あ、今日はなんかあれだ、タコのキムチあえでも作ろうかなっていう時に、タコとキムチが必要じゃないですか。で、タコとキムチ買いに行くのめんどくさいわけですよね。で、タコとキムチ買いに行くのめんどくさいから、タコとキムチをそのフーマーフレッシュのアプリで頼んで、で、それで帰った瞬間に10分後ぐらいにフーマーの方届けてくれて、あ、今着替えたのにみたいな状態になるわけですよ。はい、っていうぐらい早いですよね。ピザみたいなもんですっていう話ですよね。そういうとビジネスモデルなんですね。で、これ、じゃあどうデジタルと融合してるかって言ったら、それって単なる宅配じゃないですかって、そうじゃないです。まず前提としてあるのは、アリババがすごいでっかいショッピングモールのサイト持ってるんで、そこでユーザーの行動データを全部取ってるんですよね。まあ、例えばだから、その僕がどういう行動をし、どういうものを買って、で、どういう属性でみたいなデータがすごいあるんですよ。データサイエンスの文脈なんですけど、データがあるんですよ。それでこういう立地にこういう店舗を出せば、結構流行るぞみたいなのを立地探しに使うんですね。まず立地探しに使う。で、フーマーフレッシュの面白いところが、全部、会員制なんですよ。で、会員制で、リアル店舗の会員制でどういうことかっていうと、スマホとかで全部決済するんですね。スマホで決済するんですよ。だからスマホでなんか買ったものとかの決済を全部やって、で会員コードとそのアリババのペイメントシステムとアリペイですね、アリペイと紐付けて買うわけですよ。つまりどういうことかっていうと、僕らが何どういう年齢でどういう属性でお店で何を買って、もしくは何は取ったけど何はやっぱり買わなかったみたいな、そういう行動データが全部取れるわけですよね。っていうことになると、それ最強のデータなんで、じゃあそれでまた、商品開発に使ったりとか、まあ、こういうもののサジェストの仕方したら売れるぞとか、こういう陳列にしたら売れるぞみたいな、そういうなんかいろんなマーケティング戦略だったりとか取れるわけですよね。っていう話なので、まあ、日本でもだんだんそういうの出てきてるんですけど、福岡とかにね。で、そういう感じで、やっぱリテールの未来っていうのは、デジタルとのデータ、デジタルとの融合によりどうデータを活用していくかっていうところは、これ遠い未来じゃなくてもう1、2年スパンの未来でもう大事になってるところなので、そういうのが大事かなっていうふうに思います。はい。
本日は以上でした。まあ、利点の未来についてまた、今後もいろいろと語っていきたいと思いますので、水泳大学よろしくお願いいたします。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回よろしくお願いします。